2022年10月8日、ウクライナ南部のクリミア半島東端とロシアのグラスノダール地方の間にある、ケルチ海峡に架かるクリミア大橋上で、走行していたトラックが爆発して橋が一時通行止めになっていたことをみんなは覚えているかな？ウクライナ側は当初官僚公式には認めていなかったよね。だが情報機関であるウクライナ保安局 SBU のバシリー・マリューク長官がウクライナ側の関与があったことを明らかにしたらしいぜ。さて今回はそんなクリミア大橋爆破にて、ウクライナ保安局が関与を認めたことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これはマリューク長官がウクライナ人ジャーナリストのドミトロ・コマロフ氏によるインタビューにおいて明らかにしたもので、同長官がクリミア大橋の爆破について遮断しなければならないロシアの物流ルートであったため、適切な措置が取られたものだと述べていたことを、ドイツの DPA 通信など西側のメディアが報じているよ。このマリューク SBU 長官は40歳と若く、これまであまり表舞台には出てこなかった人物ではあるんだけど、SBU においては2020年3月から SBU 中央総局の汚職組織犯罪対策部門責任者として頭角を現したとされ、2022年2月16日ロシアによる侵略が開始される直前に内務副大臣に任命されているんだ。同年の3月3日にはゼレンスキー大統領によって SBU の第一副長官に任命され、同月3月25日には准将に昇進しているな。その後2022年7月18日には SBU の長官代行に就任して、8月4日にはウクライナ国家安全保障攻防会議のメンバーとなって現在に至っており、侵略戦争に合わせるかのようにゼレンスキー政権内において台頭してきた人物で、ゼレンスキー大統領の信任厚いブレインの一人と見られているよ。2019年から2022年までマリューク長官の前の SBI 長官であったイワン・バカノフ氏は、ゼレンスキー大統領の幼馴染であり、ゼレンスキー氏がコメディアン時代に主催していた劇団95地区にも所属して、2019年の大統領選挙ではゼレンスキー大統領を支援した陣営を率いていた人物でもあり、ゼレンスキー大統領誕生後に SBI 長官の座に就いたが、キエフ国立経済大学では観光関係の学科を卒業していて、政治の経験もインテリジェンスに従事したことも全くなかったために、任命当初からその資質には疑念が呈されていたんだ。しかし、ロシアの侵略開始後にクリミア半島担当の SBI 元幹部などがスパイ容疑で逮捕拘束されるなど、SBI 内部の親ロシア派による機密情報漏洩などが発覚したことや、東部のハルキウ州においても担当の SBI 幹部がロシア軍への対応において職務怠慢があったとして解任されるなど、多数の部下がロシアに協力したとされその管理に不行き届きがあったとして、ウクライナ軍規律法第47条人的被害またはその他の重大な結果を引き起こした、またはそのような結果になる恐れを生じさせた公務の不履行不適切な履行は、軍人を公務の履行から解任する根拠となるに基づいて解任されたな。ちなみにこの際には、やはりゼレンスキー大統領とコメディアン時代からの付き合いがあり、検事総長の座についていたイリーナ・ベネディクトワ氏も同じく、ウクライナ軍規律法第47条に基づいて解任されているぜ。そのバシリー・マリューク SBU 長官が、ウクライナ軍による反転攻勢が近いと見られている2023年5月末になって、なぜ2020年10月のクリミア大橋爆破について SBI の関与があったことを明らかにしたのかについて様々な憶測が飛び交っているよ。同長官は、クリミア大橋の爆破は、ウクライナ治安当局が計画した作戦と言われているが海軍による協力も大きく、また民間人有志も勝利に作戦遂行に多大な貢献をしたとしたほか、ロシアの侵略が始まった後に発覚したウクライナ政権や当局などに潜んでいたロシア側のスパイが300人余りいたとして、その数が非常に多かったことについても言及したね。しかしながら、SBU 中央総局の汚職組織犯罪対策部門責任者であったマリューク氏が長官代行となったことで、SBI や他の機関も含めてウクライナ中枢部にはびこっていた新ロシア派は一掃されたとの見方が広がっており、
ここに来てクリミア大橋の爆破にウクライナ当局が関与していたことを明らかにしたのは、これまでロシアが報じていたクリミア大橋爆破の背景について、ロシア連邦保安庁が5人のロシア人に加え、3人のウクライナとアルメニアの市民の身柄を拘束したことを公表したことなどが誤りであることを指摘して、ロシア側の捜査能力を嘲笑ったのではないかとの見方があるぜ。また、ゼレンスキー大統領以下、政府高官や軍幹部が反転攻勢が間もなく開始されると宣言しているこの状況において、ウクライナ軍がいつでもクリミア大橋への攻撃が可能であることを示唆して、心理的にプレッシャーをかけようとしているとの指摘が出ているほか、ロシア側の注目をクリミア大橋に集めておくためとの見方もあるな。加えて5月11日にイギリスのベンゴレス国防省が射程距離 250km 以上とされる長距離巡航ミサイルストームシャドウを、ウクライナに提供することを発表して明らかにしたことによって、クリミア大橋に対して現時点でウクライナ軍が支配している地域からでも攻撃を加えることが可能となったんだ。これまで、ウクライナが保有して実際に運用していた長射程のロケット弾やミサイルは、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの、多連装ロケット砲システムマースから発射可能な長射程 GPS 誘導ロケット弾である M31 であるが、その射程は最大 90km であり、ロシア本土のロシア軍拠点などを叩くことができないってわけ。また、アメリカは射程 150km とされる GLSDB 地上発射型小口径爆弾の供与を決定したことを今年2月3日に発表したぜ。この GLSDB とは、ボーイング社が開発した航空爆弾 GBU-39 小直径爆弾 SDB に、ロケットブースターを取り付けたロケット弾で、クラスター弾頭の廃止によって廃棄される M26 ロケット弾のロケットブースター部分と、弾体から翼を展開して滑空しながら GPS 誘導で目標に弾着する GBU-39 小直径爆弾 SDB 等を組み合わせて、ハイマースや M270 から発射可能とした 277mm ロケット弾だね。しかし、GBU-39 も M26 のロケットブースターも在庫が豊富にあるものの、その製造はこれから本格化するものとされ、ウクライナに届けられるのは早くても今年の秋と見られているよ。この春から夏にかけての反転攻勢作戦には間に合わないね。イギリスが、ウクライナがロシア領を攻撃することが可能となる長射程のストームシャドウ供与を急遽発表したのは、そのことが理由であると見られているよ。そしてアメリカが射程 300km のやはりマースから発射可能な短距離弾道ミサイル、ATACMSの供与を拒否する理由として挙げられていた、ロシア本土への攻撃に使用することについて、ウクライナ政府が長射程兵器は自国の主権的領土の範囲でしか使わず、ロシア国内への攻撃には使用しないとの確約をしたからとされているんだ。この際、クリミア半島については2014年にロシアによって一方的にかつ違法に併合されたウクライナの領土であり、国際社会ではロシア領土としては認めてられていないとして、クリミア半島及びクリミア大橋はウクライナの主権的領土の内側であるとして、イギリス及びアメリカも攻撃を容認したものとみられているぜ。ウクライナ軍としてはストーシャドウによっていつでもクリミア大橋を攻撃して破壊することが可能となったけど、現状で橋を破壊したとしてもクリミア半島への補給は、ロシア本土からドネツク州、ザポリージャ州、ヘルソン州のロシア軍占領地域の陸路の回廊から可能であり、破壊する意味はあまりないんだよね。しかし、反転攻勢作戦によってザポリージャ州かヘルソン州の非占領地を奪還して、アゾフ海まで打倒することができればその回廊を遮断することになり、クリミア大橋の重要性が非常に高くなり、ウクライナのクリミア半島奪還が一段と現実味を増すとの見方が広がっているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。